はい、こんにちは、谷崎テトラです。今日は新しいチャンネルが立ち上がるという告知をしたいと思います。それはワールドシフトチャンネル。今年の4月の25日に、アースで50周年のイベントの一環としてワールドシフトフォーラム2020が開かれました。開催したといってもオンラインのイベントということで、ズームイベントとして16名の登壇者と司会の野中智代さん、そして僕の計18名ですねによるワールドシフトの提言メッセージ、ズームのオンラインフォーラムという形で開催されました。テーマは今どんなシフトが必要かということで、ちょうどコロナのパンデミックの時期でステイホームでのオンラインイベントとして開催されたんですけれども、それぞれ15分ずつ今の時代に必要なシフトということについての提言。7時間にわたるフォーラムは本当に濃密な時間でして、気候変動、経済危機、そして社会の危機、それに新型コロナによるこのパンデミックと、さまざまな課題を抱えた世界がどのようにシフトしていくべきかという提言なんですけれども、このワールドシフトチャンネルではそれをアーカイブするということで始めようと思います。まずは僕と野中智代さんの基調トーク、そして今回基調講演をお願いしました環境省の政策統括官の中井徳太郎さんと、京都芸術大学の副学長、松下政経塾の研究主幹である本間雅人先生の講義。まずはそのトークの模様からアーカイブを始めます。今回のこの中井統括官のお話、僕もこのテトラノートの中で森里川海という回と地域循環生命圏について語っている回がありますけれども、そういった動画と合わせて見ていただけるといいかと思います。そして本間雅人先生、この本間雅人先生の学習学という考え方は僕もとても共感していて、このテトラノートの中でもこの学習学について一度お話をしている回があります。そんな動画も一緒にご覧いただけると理解が深まるかなと思います。その後順次平和、環境、レジリエンス、エネルギー、食、経済、街づくりやローカルアクションに至るそれぞれのシフトを順次アップしていく予定です。登壇者のプロフィールは欄外に細かなリンクを載せてますので、ぜひそれをご覧いただいたらいいかなと思いますけれども、このそもそものこのワールドシフトという言葉、今日これ初めて聞いたという方はぜひこのワールドシフトという言葉を覚えていただきたいなと思います。今世界は大きく変化しようとしています。その変化をワールドシフトと言います。ワールドとシフトの間にスペースはありません。ワールドシフトでワンワードになっています。これは世界賢人会議と言われるブダペストクラブの会長アーヴィン・ラズロ博士の言葉なんですけれども、このアーヴィン・ラズロ博士のメッセージもテトラノートの中に動画としてありますので、参考にしていただけたらと思います。ということで、僕が関わる新しいチャンネルがまた立ち上がります。ほぼ毎日更新のテトラノート、それから週に1回更新しているゲストを迎えてのアースデーチャンネル、そしてワールドシフトのフォーラムのアーカイブからスタートするワールドシフトチャンネル、この3つ。なんか今年2020年はやっぱり YouTube 元年というのも言われていますけれども、 YouTube を使ったメディアの発信というのが広がっていく時代です。ぜひこのチャンネルも登録していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はこのワールドシフトチャンネルの告知動画ということでした。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。